ありました。カラフルなアジサイが一面に広がっています。とても綺麗で癒されますね。広島市佐伯区にある植物公園ではおよそ140品種3600株のアジサイが花を咲かせています。園内には一つの株から青やピンクの花を咲かせる手まりアジサイや、中心の花の周りに額縁のような花びらが咲く額アジサイ、ピラミッドのような形をした柏葉アジサイなど、さまざまな色や形のアジサイが咲き誇っています。園内の池では穏やかな水面にアジサイが映し出され、訪れた人たちはゆっくりと散策しながら楽しんでいました。とても綺麗で癒されます。梅雨だなと思って、季節が来てるなって思いました。植物公園のアジサイは来月初旬まで楽しむことができます。